メルセデスベンツ西東京サーティファイドカーセンターでは9月1日より30日まで見たよと言って得するフェアを開催いたします。お店でスタッフに見たよと言うと特別なサービスがございます。デモカーと下取り車総台数100台を大放出。皆様のご来店をお待ちしております。メルセデスベンツ西東京サーティファイドカーセンターの沖田と申します。本日はこちらの2台のお車をご紹介させていただきます。まずこちら左側の C200 アバンギャルド、こちらの車は2015年に登録され2年が経過したお車になります。こちらは2014年に登録され3年が経過した E250 アバンギャルド、 E クラスは昨年にフルモデルチェンジが入りましたので一つ前の型ということになります。まず、こちらの C クラスからご紹介させていただきます。この車は弊社が新車でお納めしメンテナンス等もすべて受けたまわっていた車でございます。この度下取りとして入庫いたしました。メーカーオプションは内装外装がスポーティーになる AMG ライン、トランクが電動になりフロントガラスには情報を映し出せるヘッドアップディスプレイがついたプレミアムパッケージ、パノラミックスライディングルーフとこちら外装色のダイヤモンドホワイトが装着され総額100万円以上のオプションがついたお車になります。今私が乗り込んでいるのは白い C クラス、こちら私は身長が178センチあるのですが正直 C クラスでもかなりゆとりを感じます。足元は、拳が、十分2つ分ぐらいは入りますし背もたれもある程度寝てますのでかなり座っていて快適です。頭上もパノラミックスライディングルーフがついているのでとっても明るく感じます。この E クラスも C クラスと同じく弊社が新車でお納めしメンテナンスとすべて受けたまわっていたお車が下取りとして入庫いたしました。年数こそ3年ほど経っているものの走行距離はなんと4000キロしか走っていないお車でございます。オプションといたしましてはこちらの車は本革シートが装着されております。先ほど C クラスでも十分だと感じたんですがやはり E クラスの後部座席に乗るとこちらは横の幅も広いですしシート自体が大きいので座っていてすごく楽ですね。こちらの拳という面では膝の前のスペースというところでは C クラスとそんなに変わらないかなと思うんですが天井の高さとか座った感じのここの角度なんかも E クラスの方が寝てるように感じましてすごく快適ですね。さらにこの E クラスはこちらに後部座席にもシートヒーターがついてますので冬場なんかの寒い時でもとっても快適に過ごしていただけると思います。こちらの C クラスと E クラスどちらもレーダーセーフティーパッケージは装着されております。ですので緊急ブレーキ機能や全車追従型のクルーズコントロールであるディストロニックプラスなども装備されております。価格的にもこちらの白い C クラスが428万円、こちらの黒い E クラスが418万円とお乗り出し額で見るとほとんど変わりません。ですから C クラスの場合はスポーティーな走りと取り回しの良さ、 E クラスであればゆったりとした乗り心地と広い室内空間を求められるというようなイメージで、お選びいただくとよろしいのかなと思います。今回はこちらの C クラスと E クラスをご紹介させていただきましたが当店は豊富に在庫も揃えておりますのでいろいろな車種で比較していただくことができます。ぜひ一度お店に遊びにいらしてください。